院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント、夜つけるだけで良い超スピードホーム矯正双眼界。開発者医学博士大口博士先生、相談会随時開催中。詳しくはウェブで。インプラントを抜歯後すぐに埋入する方法があります。そうです。それを抜歯即時埋入インプラント治療、あるいは抜歯後即時埋入インプラント治療と言いますね。そうですね。そのためにはいくつか条件があります、感染などの度合いがですよ少ないこと、そして感染部位を取り除けること、でもう一つあるんです。伸足や狭窄のね、槽骨がある程度残っていること、そして歯を抜いた後の抜歯下以外に骨があることね、で、抜歯即時埋入インプラント治療にインプラントに関する高度な知識とテクニックがこれには必要なんです。はい、簡単にできると思っていましたか？いや、実は大変なんですよね。そうなんですよね、歯を抜いた穴にですよインプラントを入れるわけでは実はないんです。はい、そうであればすごく簡単なんですよね。そうですね、せっかく穴が開いてるので。でもね、抜歯した穴というのは、どっちかというと狭窄の方に偏在していたり、狭窄の方にこう偏っていたり、あるいは、歯根そのものがインプラントの直径よりも太いことが多いんですよ。理想的ではないんですね。そうです。だから入れても固定しないですよね、もし入ったとしても、ね、問題ですね。そうです。で、自然歯の入っていた穴はインプラントってはね、理想的な今言ったような理由で穴ではないんです。はい、で、既に抜歯によって穴が開いているのに、さらにドリルの場合は違う場所に穴を開けるわけです。理想的な場所に。そう、だから2つ穴を開けるんですね。はい、一般的なドリルを使ったインプラント手術では抜歯の穴の中にインプラントを植えるための穴を掘って、削ってさらに作っていくわけですね。そうなんです、そうなんです。で、 OAM、 いわゆる OA メソッドですね。はい、これは理想的な場所にドリルを使わずに穴を広げる、開ける、はい、穴を要するに、作るんですよね。削って作るんじゃなくてね、開けて作るんですね。そうです、開けて作る。押し広げて、押し広げて作る。はい、でインプラントを植える理想的な場所に骨の中から今のように細いピンホールをまず作って、そのピンホールをぐーっとゆっくりゆっくり、大きく広げていくわけですね。はい、で、そういう方法は大口式インプラントなんですよね。はい、で、それをやるとですね、前に抜歯した穴ですね、そこへ新たなそのピンホールで広げますから、周りの骨がそこへ流れ込むんですね。なだれ込む。なるほど。そうするとその穴がですよ、抜いた穴がだんだんだん小さくなったり消失してしまうこともあるんですよね。そしてもしですよ、抜歯下の中に骨が全部埋まらなくて隙間があったとしても、より改善しやすい、より回復しやすいということですよね。いずれは骨になるということですね。そうです。歯を抜いた穴でも骨になるわけですから、OAM はドリルで削らないので骨量が変わりません。そうなんです。 OAM はインプラント治療の目的を果たすために実はあるんです。はい、インプラントを安定する場所にインプラント体を埋めてですよ、歯の従来の機能を回復させるのが目的なんですよね。理想的ですね。そうです。で、その時に骨を失わないようにしてインプラントを入れるということですね。はい、で、自分の歯であるかのようにインプラントを入れれば噛めるんです。そうですね。そうです。 Thank you Dr. Oguchi. Thank you guys for watching our video. See you next time. Bye bye. オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、
肝臓の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、